エミール・プリューダン・モンマルトル墓地、エミール・ラシーヌ・ゴーチェ・プリューダンは、フランスのピアニスト、作曲家。彼の作品数は、約70である。その中には、ピアノ30奏曲、競争交響曲や、変奏曲、編曲、練習曲など、また評価の高いオペラのアリアの主題に基づく、幻想曲などがある。教師としては、彼は、非常に成功しており著名な弟子が、幾人も、 彼の元をすがっている。アングレームに生まれた彼は自分の両親を知らず、幼い頃にピアノ調律師の養子となったが、そこで最初の音楽教育を受けることになった。整った養子から高貴な身分の男女の楽園ではないかという噂があった。10歳の時、彼はパリ音楽院に入学。ピエール・ジュメルマンが担当するピアノのクラスに登録し、 1833年には、ピアノの一等賞を取り、翌1834年には、家政学の二等賞を取る。1840年には、ピアノ科の公式メソッドとして採用された、ジメルマンの協定、ピアニスト兼作曲家の百科事典に、練習曲を一曲提供した。1830年代には、シャルル・フーリエ、アンリド・サンシモンの社会主義思想に傾倒した。 音楽院卒業後、パトロンのいなかった、彼はしばらく金銭的に苦しむが、最初の公開演奏会において、成功を収めて、困窮を逃れた。その演奏会はその時すでに有名であった、タールベルクと共同で開いたものだった。若いプリューダンは自作のランメモールのルチアの主題による幻想曲をパス8を演奏し、盛大な喝采を受けた。これにより、すぐに、 フランス国内外でコンサートを行うことができるようになり、1848年と1852年の2回にわたってイングランドへの演奏旅行を行い自作の初演を行った。1848年のオンシジメルマンのパリ音楽院引退時には公認候補者リストに名を連ねたが、アントワール・マルモンテルが選ばれ、果たせなかった。1862年にも、 同音楽院ピアノ科教師の候補者として、院長の推薦を終え、任命権を持つ、国務大臣、アレクサンドル・バレフスキと、前年に、午前演奏を許された皇后ウィージェニード・モンティジョに、自ら単眼の手紙を認めるも、ジョルジュ・マティアスが選ばれ、叶わなかった。翌1863年、人生の大半を過ごしたパリで息を引き取った。墓は、パリのモンマルトル墓地にある。 ありがとうございます。